あーちゃん、けんちゃん、ちょこっとあみの、せーの、アイラブ名古屋、始まっちゃうよ。イエイ。おじいちゃん、映ってますよ。おお、まさかの始まりとは思いませんでした。いやいや、そんなことある。いや、 おじいちゃんね、6時もあるともう寝る時間なんですよ。早い早い、ね、おじいちゃん、僕はおじいちゃんです。置いてきます。いや、しかしですね、もう10月入りました、はい、でも今日あれよ、30度いってますからね。暑い、気温の方やっぱり全然涼しくならんです。確かに暑いです今日。どういうことでございます。地球温暖化です。地球温暖化が始まるよ。今初めて聞いたようなこと言ってますけどね。あみちゃんのところにもうちょっと近づくかな、はい、離れてるから、ね、いや、私から近づきます。さっきからね、ずっと本番前も見てたんですけども、沿道寺結構この時間人通ってるんですけど、そう、いっぱい来ますね。誰もみんな危なそうに目を合わせて、感度あいつらに行って、素通りなんですけど。そんなことないよ、隣のカレー屋さんとも今一緒。そりゃ隣のカレー屋さんは知っとるでしょ。知らない人たちは絶対こっち向かない。ほら、ほら全然こっち向かうんですよ。どういうこと。だからこっちと目があったら 石になっちゃう。石ありましたよね。ほら、会釈してくれる。ハンサムほら、にっこり笑ってくれました。ありがとう。何を、はい、サテライトスタジオなので、皆さん、うん、間に合う方は見に来てくださいね。そういうことですよね、はい、この近所しか間に合わんと思うんですけど。だから見つめられると、なんか髪の毛、うん、メデューサか蛇で、うんうん、こうやって見つめられると体が石になってしまうのが昔おったんですよ、うんうん、それで、伝説のね、人の話を聞け。伝説の生き物で、そういう人がおったんですよ、うん、だから俺、ああそうか、だそんな石にだって硬くなるなら顔よりもおちんちん見てくれんかなと思ったんだけど、すぐオチが分かっちゃった、はい、オチが分かるのもおかしいですよね。いいことです。おちんちんだけにオチが分かっちゃったみたいにね。さあ、10月2日でございます、はい、番組始まっております。6時回っておりますが、何を言ってるんでしょうか、うん、日本一、日本一とがった放送局、シャチホコアズーリ FM 沿道寺元町商店街から生放送でございます。今日のお相手は誰でしょうか。はい、けんちゃんです。なんで自分でピナ直して私の方見るで、ね、あみちゃんです。あみちゃんです。そしてハーさんです。イエーイ。なんか太ってる感じがするんだよね、近いとみんなのとこ行くとね。あみちゃんもなんかスラーっとした感じなのにね、うん、けんちゃんはなんでそんな今日は真っ赤ガラスみたいな格好で、真っ赤かで、なんかシャツもかっこいいですね。今日は10月だから赤です。うーん、いや拍手じゃないでしょ。何か意味わからへんのに、何か、いや拍手言うのじゃ。赤い夕日に、ああ、はい、はい、夕日がら、うん、まあそれはいいんですけど、はい、なぜあーちゃんはこんなにちょっと疲れてるかというと、はい、ちょっといろんな大業がありましたので、そうそうそう、ちょっとこれ見ていただきましょうか、はい、こちらでございます。ちょっと前です。ね、今の日付見ると終わっちゃったかなと思うんですけど、まだ大丈夫なんですよね、うん、まあ、それはちょっと後で話しますので、はい、まずはこれちょっとレポートしました。はい、こんにちは。見たくないアップを見ちゃってる感じなんですけど、大丈夫です。今日が最終日でございます。芸術文化劇場、文化センターっていうのもありますよね。これ今ちょっとこれが、うん、やっぱかっこいい建物ですね。かっこいいですよこれ。 NHK の横田、お世話になりました。
センター。なかなか来ることはないんですけどね。ただまだオープンしてないんですよね。この早い時間に入って。そうなんです。ここから降りてって、でここでちゃんとパスを見せなきゃいけないんですよ。たくさん人いますね。パス1、ね。パスは3までにしてください。で、入りました。さあこれメンバーがちょっともう来ちゃってるんですが、まだ会館が開いてないんですよ、小ホールに行く道が、ね、まだ入れないですか、まだ入れない、メンバーのみんなさあこれが楽屋の方に行く道でございます。これセットがいっぱいあって、ここ通いましたね、亜美ちゃん。4日間、そうですね、4日間通って、荷物あります、ギターです。こっからあれカレー屋さん戻ってきてる。これが僕らの控え室でございます。さあ、ただいまの時刻こんな風にね、8時53分ですから。そうね、さん、さん、さんまだもう起きてサボテンに水やってる時間する。そうなんです。私もここに出たことあって懐かしいです、ね。ああ、そうですね、この部屋でした。あ、これが僕でございます。この役でこの格好でございます、ね、すごいですね。40年前に戻って30の頃の僕でございます。ふっさふっさあれはドラですけどね、お分かりのように。さあこのみんな若い子たちが元気なんですよね。元気ですなぁ。足を、はい、始まる前のすごい、やっぱり劇場のステージって、うん、ああいういわゆるホールのステージとちょっとなんか質感というか違いましたね。違うね、うん、音楽の感じじゃない、ステージも違うし、うん、やっぱりね、そういうことですね。演劇に特化した場所だなと感じました。そういうことですね。これで照明、今照明合わせですね。これが全部終わってアンコールの2曲目、一番最後のシーンなんですが、これはありがたいことにね、あの新しく監督が母さんに花を持たせて、僕の40年前のデビュー曲を歌わせてくれた。手打ちながら走れ。別に私が今使ってる赤いショールは、そもそもファンクラブを使わせていただきまして、ありがとうございます。チェックしますこんな風に、これ演説でお客さんもこう、ね、盛り上がってます。いや、まだ本当に2、3日前ですから、ちょっと余韻が残ってます。余韻ありますね、余韻がね。ギターの声は本当の髪の毛ですか？分かんない。で、また T シャツがね、うちのバンドのもう亡くなってしまったギタリストの T シャツを着てたので、もう涙止まりませんね。これで、そうですね。ここからもうダメです。大号泣でもう歌えなくなっております。あ、もうダメです。で、監督も横にね、ついて一緒になってもらえる。支えてるよね、やっぱりね。大丈夫かなと思いながら横にいました。このようでそうなってました。まだ数日前ですからね。そうなんですよ。ね、すごいわ。というような感じでお送りいたしました。本当にありがとうございました。はい、これはすごかった。本当皆さんありがとうございました。5回公演満杯ですね。満席だね。すごいです。ありがとうございます。あの、加納さんも僕らもそうですけど、うん、ライブってまあ、多くても1日2回じゃないですか。そうそうそう。あわよもらえてますが、この声でございました。ね、すごいな。これはね、まだ今本当に余韻が残ってて、ちょっと、あ、出た人たちがこんな風に乗ってる。わー、すごい。それで、加納さん今のお話ですけど、だいたい1回か2回で、ガーッと燃え尽きて、立ってって終わるじゃないですか。そうするともうそれで終わったってなんですけど、一回やって終わってもまた明日もあるんだと思うとね、すごい複雑ですね。こういうのは体が慣れてないから。
そうですね、普段のライブではちょっとやったことないやり方ですよね。この2日間ね、朝を起きた時に、あ、今日は何時から舞台稽古だったっけ、あ、もう終わったのかって、ちょっとロスですね。はい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 、うん、で、あ、あのセリフ忘れちゃってる、あ、もういいのかっていうのがちょっとね、寂しいんでございますけどね。さあ、これをね、ぜひ見ていただきたいんですけど、はい、昨日から配信が始まっております。はい、これパスマーケットっていうところで2500円で、うん、ちょっとあの僕らお年寄りは買おうと思ってもなかなかやり方分からへんかったんですけども、うん、パスマーケットというのに何か引いて、何これ見てやると購入ができるようになってる、はい、パスマーケットで夢振りというやつですね。そうですね、これで調べれば大丈夫ということでございますが、そしてこちらの方にも、送ってきていただきましょうか。宛先こちらでございますで、読めるでしょう、アミちゃん、これ。あ、わかりません。嘘読めるかや、そっから見れや。アットマーク SH アンダーバーアズパン FM です。これは何、そんなこれって何、アンダーバー、あ、アンダーバーというんですか。おお、酒飲むところみたいですね、アンダーバー。あー、アンダーバーズパン。さあ、置いときまして、どこまで、あ、まだ CM も行ってないのか。あ、まだ番組のタイトルも行ってないんですね。そうなんです。盛り上がってしまいました。さあ、さよなら。はい、帰ってくる。それではまあ、改めて番組行っておきましょうか。はい、それでは今夜もごゆっくり行きましょう。せーの、I love 名古屋。あなたのお店、新栄ライブバーハニーポップ。さあ、生放送でお送りしております、ね、6時から始まっておりますが、日本一尖った放送局八岡アズーリ FM 遠藤寺元町商店街から生放送でございます。何か言おうと思いましたか。うん、何にも。こういうこともちゃんと何も言おうとしてないです。お相手言ったよね。はい、あのね、まだね、今記憶力がね、いろいろ行ったり来たりしてるからね、うんうんうん、ちょっとだけ1週間はあの元の母さんには戻れないかもしれない。暑いしね、今日はね。いやいや、そういうことじゃない。31度あります。いやいや、暑いからとかそういうことじゃないね。ちょっと疲れてるだけでございます。わかります、わかります。さあ、疲れてるので母さんのコーナーはこれで終わって、うん、元気いっぱいの加納健ちゃんコーナー。今度は今日はね、加納さんをフィーチャーしたということで、あの、まあ、歌を1年前からですよね。そうです。あの、うん、いつも言うようにこう、そろそろ、あ、会長をそろそろ、はい、もう引退です、引退ということでございます、うん、この感じ、それもあって会長引退した後のためにもいろんなことをサックス習ったりとか歌を習ったりとか、うんうん、いろんなことされております。70過ぎてから頑張る、うん、70過ぎてから頑張る、これがテーマです。テーマでございます。まあ、いろいろ山あり谷あり紆余曲折いろいろあります。そう、あります、あります、今元気いっぱいですか。はい。あと料理も、ね、思わそうですよね。あと、まあ、多分後ほどの話で出るんですが、 犬のブリーダーもやるという、もういろんな夢があります。夢がいっぱいあるんです。すごいですよね、うん、まだ当分はあの世行けませんね。あの世から返されたんです。そうそう、いいな、そのシステム。じゃあ、ちょうど1年前、去年のね、9月30日のケンちゃんはどうだったかをちょっと見てみましょうか。うん、こんな感じでございます。1年前ですよ、9月。ほら。別れより悲しみよ。これは高岡のリンゴです。リンゴでございます。で、加納さんはいつもおしゃれなんですけど、横にいらっしゃる方が、この方は後藤先生っていうんですよ。有名な演歌を歌われて有名なシンガーなんですよ。そうなんですよ、はい、本当はなかなか、ね、ここにゲストに来ていただくんですよ。ああ、無理無理無理、本当に大変な人で、1回ぐらい、まあ、今度もまた来ていただきましょう。はい、ね、後藤先生、あ、ご覧いただいてるかもしれないですね。お願いいたします。年は内緒なんですか。年は若いです。若いですよね、いい声ですもん。ほら、よく伸びるお声じゃないですか。これはでも何のパーティーなんですかね。なんか花も用意されてますね。これはね、なんかのパーティーなんですよ。あ、そうですよね。よくでもあのリンゴで
ありますもんね、こういう歌謡ショーみたいな、テトさんが来たりとかってこういうのがあります。はい、あ、懐かしいですね。すごいです、あんな時代もあったですよ。これまだ、うん、これまだ歌い始めた頃、始めた頃ですよね、はい。まあ、でも堂々と歌ってらっしゃいますね、ケンちゃん、うん、しょうがないんです。あんな顔しかできないんです。いやいやいや、俺はもう長年歌ってるぞっていう、はい、綺麗な女性感じて笑った、ね、見てたね。じゃあ僕ちょっと向こう行ってきますよ、二人で番組やっといて。もうだいぶ走っておかけないと間に合わないです。人をのの、亀みたいに言うな、うんうん、人を亀の頭みたいに言うな、うん、ここ笑うとこじゃなくて、はい、ちょっとエッチなとこなんですけど、はい、そして、はい、1年過ぎまして、そうなんです、1枚2枚シングルというか CD を出されておりますが、うん、その前にこんなビッグアーティストもお知り合いになりました。今度写真見ていただきましょう。誰、伊藤咲子。誰のために咲いたの、これひまわり娘、これ後ろに書いてるのはきっと伊藤さっき行こうって書いてる、ね、その下なんて書いてるんだろう、アニバーサイ、アニバーサイ、アニバーサイ、何周年か、50年じゃないですか。そうですよね、達成感で年をいったらいかんですけど、スター誕生で出てきて、でひまわり娘って、その子十何いくつですからね、6、ああってこう掲載したら分かっちゃうじゃないですか。いやでもまだ鬱陶でしたか、歌唱力っていうの、すやっぱり、ね、ボイトレやってるからすごい、あ声出てるんですよね、やっぱりすごいなと思って、むちゃくちゃ伊藤咲子さん可愛かって、僕本当にデビューした当初、うん、宇都宮かなんかで東海ラジオの番組で僕司会したことあるんですよ、はい、生のやつ、はい、で伊藤咲子さんですっていうのを紹介して歌ってて、うん、わーって言って、あの頃ですからホテルとかで楽屋取ってないので、はい、もう海の上に楽屋取ってあるんですね、はい、すぐ出れるように。でマネージャーとか次に出る男の人たちもいるんですけども、伊藤咲子のところで僕はこうやってずっと打ち合わせをして、こうやってちょっとずっと同じ部屋にいるもんって言ったら、もうこの子たちこんな短いスカート履いてるのに立ち膝で普通におるんですよ、もう伊藤咲子さんのパンツ丸見え、すごいですね。もう今思い出しても興奮してしまうぐらい。大丈夫ですかそれ。そう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 、最高ですね、ごめんなさい。でその時にしょっちゅう電話しとったんです、公衆電話ですけど、はい、ほんで誰かなと思ったら後に分かったのがジョー・ミチル、イルカに乗った、イルカに乗った少年、あの人ともちょっとこっそりお付き合い、そうそう、絶対昔ってダメだったんですよね、こんなもの、ちょっと結婚してるって言っても、うん、もうすぐ人気下がるし、誰かと何かしようもんなら、うん、でもやっぱりこっそりみんなしたいもんじゃないですか、したいって、ね、後からバレちゃったんですか。あ、もう全然スクープされて、うん、ジョー・ミチル、伊藤咲子不倫、不倫じゃないな何て言うんだ、熱愛じゃないの、あ、熱愛報道、これもう引退かとかって、で事務所が両方で、いやあれは誤報です、嘘ですって昔は全部言ってたんですが、本当だったのね、本当本当本当、なんか結婚するとこまでという話もあったみたいですけど、やっぱり難しいですよね、なさらなかったんですよね、郷ひろみが中森明菜とか、それから山口百恵とか、いろんな、あ、郷ひろみは山口百恵ちょっと上すぎるけど、そういうのがいっぱいあったわけでございますけども、それを乗り越えて、もうこれは皆さん、まあ伊藤咲子さんにしてみれば、あの笑い話ですよね、こんな年になってくれば、今も大活躍ということで、うん、来年ひょっとすると加納さんがちょっとお呼びいただいてね、来てください、一応頼みましたけどね、どう言ってました、え、伊藤さん、今あのなんとかっていうグループに属してて、あ、夢グループだな、今そうなんですよね、そう、カリウドのとか、あの、フィンガーファイブの人たちとか、いろんな人たちが集まって、チェリッシュもそうですけど、昔の仲間で夢なんかさんでコンサートをやってるので、うんうん、一応事務所扱いなので、なかなかこれが終わらないと呼べないですね、そうなんです、今呼ぶとむちゃくちゃ高いギャラだと思うよ、わ、大丈夫、加納さんなら無理です、引退します、200万ぐらいちょっと僕がいただいておけば行ってきますけど、で10万で話しつけて、もう一つ、ついこの間ですけども、フォークソングまでとうとう加納さんは手を出してしまいました。フォークソング、こんなの歌ってます、ほら、5つの赤い風船です、そうそう、この真ん中にいる人が長野隆さんって言って、その5つの赤い風船のベースの方だったんですね、そうです、これだって5つの赤い風船です、僕は高校、1年2年の時にカバーしてましたから、はい、出てた時ってもうこれ50年、もう強いて言うともう60年近いですよね。でも長野さんと私は同い年、ああそうか、彼が1月で、25年の1月で私が2月なんです、
だからベースで若い西岡隆さんっていう方がリーダーだったんですよ。そうそうそう、めちゃくちゃ若い時にもうデビューなさって、ね、そうそうそうですね。西岡さんも多分80でも今ちょっとボケてらっしゃって、そうそうそうなんですよ、ライブもできないっていう話だったんですけども、うん、そして、もう一つでございます。今度はこれが1枚目の CD でございますけども、はい、お願いします。これもこれはエキサイティングですよ。この動画を見ると若いと思いますよ。ワンダフルライフを。そうなんです。さあちょっと見ていただきましょう。こんな動画で、うん、頑張りましょう。あ、ちょっとお待ちくださいって今むちゃくちゃ自爆霊の顔が背後霊のちょっと待ってくださいっていうのがあるよ。これがね、これはあれですか、 PV ですか。違う、違う、ライブで歌ってるの。これはあのあそこよ、だからタリナ、タリナ、タリナ、はい、見ていただきましょう。 OK が出ました。ほら、はい、あ、これ専門じゃない、ついこの間、うん、すげえ声むちゃ出てる。うわ、ねえ、あ、おい、何この振り付け、おー、動く動く動く、稲葉が見てる。体柔らかい。最後はなんでこんな元気なの。元気でなければ長生きできないんです。そういうこと、そういうこと、そうですね、うん、なんか死んだ人は元気ないですよね。確かにこれから100歳まで生きるんです。うえー、周り知らん人ばっかになりますよ。そうなの。ハさんも一緒に追ってあげたら大丈夫ですよ。二人で100歳。あ、でも私もあの若いのでまだ全然。ああ、そうだそうだよね。二人が100歳になるとまだ大丈夫。剣も100歳、母も100歳って若い子は知らんだろうな。金も100歳、銀も100歳。金さん銀さん知ってますよ。金さん銀さん知らない。親の子ですもん。金さん銀さん知ってる。あ、知ってる？あ、今1対1。いや、彼は知らないよね。そうね、知らなかった。金さん銀さんはこっちの地元出身でね、地元で100まで、もうちょっと100以上にまで行って、あのやっぱり昔ですから100まで生きる人ってまだめったにいなかったですからね。 それで金も100歳、銀も100。しかも可愛い双子のおばあちゃんで、そうなん、 CM も出てたんだよね。そうそう、可愛い可愛い、うん、グッズもいっぱい出たと思います。そうそう、そう、で金さんは優しくて銀さんはちょっと意地悪なばあちゃんだって。いやいや、そういう風にいろいろどっかで評判がいろいろあったんですけども、まだ100までだったら僕らまだ20年以上ありますもんね。じゃあ もっといけないとダメです。ああ、100を超す、125歳まで。いや、でもさっきの歌を聞いたらそれぐらい絶対いきそうでございます。いきます。ちょっとこの間に、まあ、人間です、人生いろいろ山あり谷があるので、ちょっと加納さんも大変な時期もありましたが、今また元気になられて、元気、ちょっとご飯食えんかった時は。そうね、でも今はもうパックパック食えますか。そうです、食べます。そんな加納さんがどれだけ素晴らしい人かという、うん、今から質問に答えていただきたいと思います。はい、行きましょう。質問っていうかね、はい、100日続けると人生が変わる、はい、ほんの小さな習慣っていうのがあります、はい、きっと加納さんはこの辺全部僕見たらね無理だったんです。1番、はい、朝のトイレ掃除。トイレ掃除は1週間に1遍はやります。ちゃんと朝、はい、俺もずっとやってないから、あの、ちょっと手できちっと全部拭きます。やっぱそうです、はい、2番、誰かのために祈る。祈る、祈ってます。やっぱ毎日祈る。これもすごいよ。3番、1ページでいいから本を読む。読みます。いや、すごい。4、家を出る前に布団を整える。布団は毎日きちっと整えて畳んで出ます。もうこの時点で僕は完璧にダメですけど、家帰ると今日の朝寝て起きた時の形で布団そのまま抜け殻になってる。僕の抜け殻がありまして、ああ俺は今日こうやって寝てたんだって分かるんですけども、それもいいんじゃないの、はい、いろんなこと言う。5番、2分で済むならその場でやる。それはその場でやりますよ。どうですよね、はい。6番、今日の感謝を10個書き出す。それはないです。そうですよね、はい、10個も感謝ありますか。多分あると思います、ね、あるんですけど気づかんこともあるしな。そうそう、気づかない感謝が随分多いですよね。これずっと聞いていくと結構めんどくさい人もいるよ。そうです ね、 ね、人生変わるだろう、これは変わるだろう、こんなめんどくさいこといっぱいやった。
寝る前に翌日の予定を立てる。立てます。これは僕もそうだ。っていうよりむしろ、うん、1週間先のことはあんまりわからんですね。明日は何があるんだろう。そうそう、明日はハート FM だっていうのも分かって、うん、ゲストエースだっていうのが分かるんですけど、8番ありがとう1日100回言う。これは無理だ。無理です。ありがとう爽やかな歌えばいいんだ。水前寺清子さんのねこれはちょっと無理ですね。もうねこの辺に水前寺清子とかっていうのは知らないですよね。そう、チーターって熊本の九州出身の、あ、これは知ってる。幸せは歩いて、あれを歌ってる人。あ、そう、やっぱり曲の方が分かってる。そうそう、そうそう思いますね。9番、はい、自分を褒めちぎり自分を愛してあげる。はい、自分が大事なだけみたいな人でいいな。最後、ごめんの代わりにありがとう。ありがとう言います。ありがとう、うん、だってそういう番組だったのもありがとう。へー、はい、ちょっと見てみたいですその番組も。あのあれと一緒、あの橋田須賀子感じのドラマですよ。あのそんな感じのドラマで、わかる？僕といるドラマですね。そういうことです。加納さんといる、加納さんといない、こんだけ違いがある。加納さんがといるとここ、加納さんといないとこの辺、うん、だからいつもありがとう、いつもありがとう。これ手を使ってね、手を使って、うん、難しいんですこれ。僕と後ろの2人はちょっと何かなって今何のことかなって思ってパーさんといる、パーさんといない、アミちゃんといる、アミちゃんといないと。まあ、今そうそう、こっちいない方がいかにもね不幸になってくる。ああそういうことですよ、ね、おる方がいいんです。テレビももう皆さんもご一緒にどうぞ。パーさんといる、パーさんといない。また今通ってた茶髪の女の子に何しとんだあのおっちゃんたち。なんか体操かなって体操、あ、それもいいです。健康体操かな。3つだけやります、はい、そうするとちょうどいい時間になります、はい、いつの間にか呼び方が変わったもの、だから昔はこう呼んでたのに今はどうなったかっていうのを言ってみましょうか。ロスタイム、分からへんでしょ。ロスタイム、アディショナルタイムっていうらしいよ、ロスタイム。じゃあ肌色、肌色ってありましたね。ありましたよ、肌色知ってる、色鉛筆であったね、うん、今これはどういうでしょうか。色鉛筆は肌色かもしれんけど、ベージュかね、薄だいだい、ペールオレンジ、だいだいか、そうそう。スパッツはどういうでしょう今。レギンス、あ、レギンス正解。あんたはそうだよ、ちょっと待っておいて、お茶飲んだわ、ね、若いわ、なんでだ。であとあの僕らテープを巻き戻すっていう、はいはい、巻き戻しを今どういうでしょうか。早戻し、正解。そうなん、すごいね。あれやると今の子だもんで、押し、早戻しって書いてあるよね、あの押したら戻ってくるやつが、書いてある、うん、僕らはこういうやつチャックって言ってました、うんうんうん、今というかこれは社会の窓、違う、そっちのが古いやつ。ファスナーだよ、ファスナー、そうだね。これ最後に行きますよ、はい、リュックサックって今言わないの。リュックサック、あ、なんだろう、なザック、ザックって山に登る人の言い方、バックパック、バックパックだ、うんうん、バックパック、本当にリュックサック言いますよね、まだ私ら。いやもう本当にの読み方、ほぼさんいかんくて、保育士さんとか看護師さんは看護師さんって言わなきゃいかん、しょうがないです。絵文書きは何でしょう、これは分かりますよね。ハンガー、ハンガー、ハンガー。これでも書いてあるのはスパゲッティを今はパスタっていうけど違うよね。これはスパゲッティもパスタも別だよね今。パスタの中にスパゲッティの麺が、そういうことだもんね。あとパスタ、あの料理人に来たら早いよ、そんな話。そういうことですよね、そうそうそう、調理師もやってある。あのちっちゃいなんかやつ、マカロニもスパゲッティの中のものなの。あ、そうだね、うん、あとマカロニみたいなやつ、なんか変なペンね、あ、何？ペンネ。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 ちょっとなんかペンネ。母さん、ペンネ。うるせえな。はい、あ、リュウヤ、誰も笑って。足していただいてありがとうございます。ありがとうございました。そんなわけでございまして、はい、ちょっといろいろやってまいりましたけども、次のコーナー行ってみようか。続いてのコーナーは、こちらでーす。イエーイ。真っ暗のコーナー。おーい。どこだ、おーい、誰だ、これタイトルコール。
ールは自分たちでする？いや、うん、中に入ってる、ちゃんと入ってると思うよ。じゃあちょっと黙っときます。出た、名古屋のええとこどこでやもどこでやどこでやもレッツパーティーオールナイト。黙っとらんでもよかったね、名古屋のええとこ名古屋でございますよ。どこでやもん、本当に名古屋弁母さんが作ったとか。名古屋弁、名古屋弁、どこだやもん、どこだやもんじゃないよ、どこだやもんだって、どこだやもんって言っとるやんどこだやもん私が聞き間違えた。やっとかめだなもん。うん、それはもうあんたどこ行ってりゃした。なんかね、そのあたりは向かいにも伝わってきとった。うん、あんたは刈谷でわっかるせんは。あ、でもやっとかめだなもんはたまにおっしゃってる方いました、うん、おばあちゃまたち。あ、そうか、はい、三河弁はダンジャラリンでしょう。あれ、そうそうそう、ナンジャラリンじゃないですね、ジャンダラリンですね、ジャンバラヤ、ジャンバラヤじゃないですね。ちゃちゃちゃ、さあ、そんなこと言ってる時間はないんですよ、はい。今日は名古屋のずっとね、いろんなことを考えて、はい、今日は何やろうかなって1ヶ月前から構想してた話があるんですよ、はいはい、名古屋の高層ビルをね。そういう構想ね。そういうことです、構想ね、はい。高層ビルベスト10、はい、実は日本も、はい、そして名古屋もなかなか高層ビルを僕らの若い頃は建てれなかったんですよ、うん、いつ地震が来てもおかしくないから。もう今でもそうでしょ、こう、うん、こちらの方のね、中部地区のこの辺には必ず地震が1回は来るよと、東海大地震来ると、うん、なんか出来上がってから来ても怖いし、作ってる途中に来ても怖い気がするね。そうなんですよ、うん、南海ピラフじゃなくてトラフみたいなやつがね、うん、誰か1回しか来なくても南海とか言う。そう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 、これはね、ただもうこうやってギャグにならないとこが辛くて、本当に来たらどうするかって言いながら、うん、みんなはやっぱり来ないと気づかないじゃん。能登半島もそうですし、来てみてようやくみんな、うわ、こんなすごいもんだって毎回思うのに、ちょっとだけ経つともうこの怖さを忘れてしまうという。それはしょっちゅう今地震来たなって思っとれへんですもんね。で、そんなわけでちょっとだけ皆さんも少しずつ気持ちが解けて、はい、高層ビルを作るようになってきました、はいはい。でその高層ビルのベスト10を今からちょっと皆さんも発表、そうそう、発表発表、皆さん知ってるでしょうか。人気順ではなく、人気じゃなくてね、高さでございます、はい。まずは170メートルの、うんうん、これまだね、計画決定で38階、これ10もう決まってるんですが、中区の境にある納屋橋ルネッサンスタワーズオフィス棟というのが、うん、もうこういうのはできてるのかもしれません、うん。で今度は9位ですけれども、9位が170メートル、やっぱりここら辺170ってすごいですね。すごいですよね、うん。ここに歩いてくるとこの塔は何でしたっけね、うん、地下鉄の国際センター。あ、国際センターって高いと思うんですけど、うん、あれはもうちょっとずいぶん後なんですよ。あ、そうなんですか、県外になっちゃったんです、うん。第9位が36階まであって170メートルが、ちょっと写真を見ていただきましょうか、うん、これでございます、はい、中村君名義、これモード学園スパイラルタワーズと言います。すごいデザインですよ。すごいですな、これもねじれてるの、上の方が細いのかな、やっぱり上の方どやら狭いんじゃない、これ以上来んない一番上は3人しか来れんでって挟まっちゃうそうな、困るな。でもこれでみんなどういう、これ何、まだこんな風だけど中も歪んどるってこと、行ったことないもんね、これ学校だから。そうですね、学生しか入れないのかな、どうなんだろう。そうだよね、上がってみたいね。けどねじたい人と学生の人ねじれて授業やったらなんかんかなと思う。普通だ、普通なんでしょうね、中は。中はね、中は普通普通。そういうことで、第9位がそうでした。8位は中村区平池町にある174メートル、174センチって言おうと思って、ちっちゃいね、37階、やっぱ階は大体もう30超してますね。そうですね、笹島ライブで、あれですよ、トヨタ通商ウエストタワー、はい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 。それからまだ昔はもうちょっと低かったんですけども、うん、174メートルに、2代目は変わりました。34階建て。まずは元のこれ見ていただきましょう。うん、大名古屋ビルジング。元はこれでした。こんだけしかない回数。ノスタルジックだな。すごいな。ね、
でこの時に、うん、一番上のところにマイビアガーデンマイアミというのがありました。ありました、ありました。これみんな写真撮ってるけどあれからもうすぐなくなっちゃうって言って、ね、みんな記念に撮ってるのかしら。そういうことだと思うよ、ね、で屋上では北名古屋市に本社を置くチタカインターナショナルフーズだった。チタカ、チタカ、ね、チタカって聞いたことある。そうそうそう、そうそう、1963年から夏季限定でビアガーデンマイアミを運営しておりました。長い間地元で親しまれたが、これも建て替えに伴って2012年9月17日をもって閉店いたしました、うん、なるほど。このビアガーデンで私も何度か演奏をさせていただきました、うん、アミちゃんも出たことあるんですよね。はい、すごい。あ、でもあのマイちゃんアミちゃんのアミちゃんとしてではなく、あ、マイアミだったからマイちゃんアミちゃんだったもんね。そうそう、だけどあの違うグループで出てましたね。出てたんですよ、はい、あ、そう、はい、毎年ね、あのマイちゃんアミちゃんが歴代の子がいて、そこで毎日歌ってるということもね、うんうん、あと黒人の方が歌ってたり、ロンドンとか歌ったりしてましたけど、なおビアガーデンマイアミ自体は、名古屋三越栄店の屋上に移転し、2017年、これでももう10年以上前ですけど、5月にビアガーデンマイアミ、うんうん、名古屋栄店ということになりました。行きましたね、1回ね、2回行きましたね。あのビアガーデン、やっぱり夏になるともうステージがちゃんとできてて、できてるできてる、すごいんですよ。あそこでうちの知り合いが全部バンドで出てたので1回見に行きましたけども、これが第7位、パンパンと行きましょう。第6位が名古屋ルーセントタワー、西区の牛島町、180m で40回、それから名機1丁目計画というのがありまして、195m40、これはですね、リニア中央新幹線の開通により、うん、2018年から着工して2020年にもう今できております。なんかビルの名前としてはなんかすごい聞いたことなくて新鮮な名前だけど、ね、名古屋駅から徒歩4本の立地に14階建ての賃貸オフィスビルということで、会社なんですけど賃貸、これ、うん、名駅ダイヤ名鉄ビルだったよ。そっちがビル名なんですね、うん、そうそうそう、なるほど。でこれはもうできてると、これ2018年からたった2年構想してから2年、2020年からやってもうできてるという、すごい早いです。すごいですな。そして、第4位が名古屋駅新ビル計画、とにかくあの名古屋駅にあの全部新しいリニアが通るから、うんうん、ああそういうことですね。なんか東横インのね、知り合いの方も移動してとかって、うん、いろんなお金をもらったりとかっていうのもあったそうですけど、ただ名古屋駅は盛り上がっていますが、実は栄も盛り上がっているということで、名古屋駅から栄に変わるちょっとビデオを見ていただきましょう。動画を見ていただきますと、こんな風に発展してきてるんだよっていうのがこちらの動画でございます。これこれこれ、名古屋、2000年の JR セントラルタワーズの開業を皮切りに、この20年間で国内屈指の超高層ビル群へと発展した名古屋駅周辺。すげえね、名古屋駅。その一方で、名古屋最大の繁華街栄は目立った再開発がなく、人の流れは名駅へと集中してきました。でも名古屋ってすごいね。しかし近年は栄周辺で超高層ビルの建設や大規模再開発の計画が相次いでいます。あ、知ってるの？知らん。今回は栄で計画構想がある大型再開発計画について8件を一気にリポートしていきます。8件一気にいきますよ。時間の都合でちょっとカットしてあります、うん、アーバンレポートというと、デイズ再開発と旅行、レッドスタートと言っております。どういうこと？でこれから始まる、これ名古屋、うわ、名古屋、名古屋市では2000年代から名古屋駅周辺の再開発が一気に進みましたが、栄周辺でも近年テレビ塔や久屋大通公園のリニューアルが行われました。ちょっと栄静かですもんね。三越なくなったりとか、そうそうそう、三越じゃないな、丸江、丸江、丸江、現在進行中で、中日ビルも新しくなりましたね。そうそう、放送があります。なくなると思ってどこだったのに、ほら中日ビル全部ちゃんと復活しとるんですよね。1966年に開業した中日ビルは、老朽化や耐震性の問題から建て替えられることになり、2019年に閉館しました。あ、そうそう、この上がレストランが開店して1時間に1周するっていう名古屋を全部、ね、それ見てみたかったな。それがもうなくなっちゃったから、ね、気持ち悪くなったもん。高層ビルです。そんな早いの？いや、そんなことないけど、でもなんとなくホテル、ふわふわした感じになる。ホール、
商業施設などから構成されます。上がオフィスになったのね。建て替え工事は解体工事が2019年4月から、新築工事が2021年1月からスタートし、2023年7月にすでに竣工しています。今からじゃ今から現在はテナントの工事が行われており、全体開業は2024年春の予定です。ホテルはザ・ロイヤルパークホテルに相手名古屋が約250室の客室を整備し、2024年2月にオープンします。れるのすごいな。三丁目栄広場は超一等地にありながら、長年活用されていなかった私有地です。キムタク広場と言われたと。この場所に高さ211メートル、地上41階地下4階の超高層ビルを建設します。今工事中ですもんね。そう、今工事中。ホテル、オフィス、映画館、映画館もできる、商業施設などから構成されます。オフィスすごいね。ホテルはヒルトンのラグジュアリーブランド、コンラッドが国内3軒目として開業予定です。だからいろんな目的、オフィスもある、映画館は東宝シネマズが出展し、待望の栄エリア初のシネマコンプレックスとなります。でもさ、こんなに建設工事は2022年7月にすでに着工しており、2026年3月の竣工、2026年夏の開業を予定しています。なるほど。これはね、また延々と続くんですが、ちょっと時間がなくなりました。500メートル超えのビルであり、これ、これも境も頑張っているということで、その後3位2位1位は JR セントラルタワーズホテル等の方と、それからオフィスと、これがさっき211と境のは言いましたが、JR セントラルタワー245メートルだそうです。すごいです。51階、ねえ。で1位がミッドランドスクエア、247メートルで47階という。これ51階とかって言ったら雲下にない、そんなことないの。いやいや、すごい高いところ。でも名古屋駅近辺がもう5位か6位ぐらいまで全部そういうこと締めちゃうね。そうそうそう、やっぱり名古屋駅今発展すごくですもんね、はい、すごいです。今度は境はもうある程度昔からのところを壊さない限りはあそこに建てれないから、丸見えも変わりましたしね。変わりました、うん、だからあそこら辺も全部いろいろ建てこれからどんどん変わるんです。そういうわけですよね、はいはい。まあそんなこともありながらということで、僕らはアイラブ名古屋でございますから、そうなんです。せっかくでございます、はい、2枚目のシングルのアイラブ名古屋を、ぜひですね、加納さんと僕たちで、ね、いきましょう、歌いたいと思いますので、それでは歌っちゃうよ、ゴー。お届けしましょう、アイラブ名古屋。I love Nagoya, I love my hometown. 世界に羽ばたけ。 I love Nagoya, I love my hometown. 愛にあふれ、愛を知る街。君と手をつなぎ歩きたいな。バラの花香る鶴間ガーデン、春には満開の桜並木、金の世地輝く名古屋キャッスル、誰もみんな持ってる思い出詰まった街、懐かしいあの景色が明日への勇気くれるのさ。I love Nagoya, I love my hometown. 世界に届け。I love Nagoya, I love my hometown.
愛にあふれ愛を知る街。ぜひみんなで歌いましょう。エアーサックスはハーさんです。どっちだ、はい、君を隣に乗せて上をドライブ、潮の香りに誘われながら青い空と青い海に映える灯台、海の幸いっぱいのチタペニムシュラ。生きることに疲れた時帰りたくなる街、優しいあのぬくもり、ねじれた後癒すのさ。 I love 名古屋、 I love my hometown、 世界に届け。 I love 名古屋、 I love my hometown、 愛にあふれ愛を知る街。息が続いてる。I love 名古屋、 I love my hometown、 世界に羽ばたけ。I love 名古屋、 I love my hometown、 愛にあふれ愛を知る街。 I love 名古屋、 I love my hometown、 世界にとどろけ。 I love 名古屋、 I love my hometown、 愛にあふれ愛を知る街。My hometown、 名古屋、 My hometown、 I love my hometown、 yeah、 yeah、 ありがとうございました。盛り上がりましたね。はい、脇の下汗かいてしまいましたね。ららら、ちょっと匂い変えてみますか。うわーくっさー。皆さんにもお届けしたいぐらい匂いを。そうそうそう、アホなこと言う、アホなこと言うに元気ね。いや、やっぱり歌う歌うと楽しいですよね。楽しい。そんな、ケンちゃんですが、うん、後藤隆秋のライブ&歌謡祭というちょっとこれまあ言いましょう、口で、うん、2024年11月19日です。はい、火曜日、開演10時半から、終演が17時ということで、たくさん出るんだ。場所がね、勝川プラザホテル2階桜の間です。で、特別ゲストに松崎浩介さんと日本クラウンの方で、参加費が1万7000円歌唱2コーラスです、うん、これはもう歌う人はもう決まっちゃってるのかな、きっともう出る人だから、加納さんもこれに出るということで、ね、新曲を歌います。新曲を、新曲を歌う。うわしのモンパリ、シャンソン。で、1万2000円が食事のみの方だけど、これはお客さんでも大丈夫、うん、これから聞きに行きたいよという方は1万2000円で聞いて、ういう食事もついてて、和洋フルコースソフトドリンク、付きということでございます、ぜひまたちょっと、そうだな、うん、後藤隆秋のライブとか勝川プラザで見ていただきますと、そうです、申し込めるアクセスもいい場所だと思いますよ。思っておりますので、ね、行くからすぐです、うん、そういうことですね。僕らもやりましたね、勝川プラザ、ね、何回かビア、あそこにもビアガーデンがありまして、ビアホールとしてね、うん、やってました、ね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、あっという間のお別れでございますけど、はい、じゃあ一言ずつ感想を述べたらお別れになりますよ。加納さんからどうぞ。今日も元気可能でした。元気ちゃん。
したみちゃんは、はい、次にお会いするときはきっとね、もうちょっとね涼しくなってるんじゃないかなと思います。30度超えは今日までかなと思ってます。ありがとうございました。次回は11月6日の水曜日になっておりますので、ぜひまた見ていただいてですね、またメッセージなんかもいただきたいと思います。そうですね、メッセージ見てください。はい、そろそろお別れのお時間です。みんなでバイバイ言って元気いっぱいに番組を行ってさよならしましょう。いくよ、せーの、I love 名古屋。バイバーイ。あなたと進もう、あなたと叫ぼう、あなたと歌おう、あなたを素直にする青い糸のよう。